マクラーレン MP4 から30は、マクラーレンが2015年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカーである。MP4 から30、MP4 から30、MP4 から302008年以来7年ぶりの F1、復帰となる、ホンダ製、パワーユニットを搭載したマシン。マクラーレンホンダとしては1992年の MP 4、MP4。 7A 以来のコンビ復活となる。正式発表前には、社名の区切り文字が、従来のハイフン区切りから MP4-11 以前のスラッシュ区切りに戻されるという話が出ており、実際、ティザーサイトでは MP、MP4-30 という表記も見られたが、最終的には、従来のハイフン区切りを踏襲している。車体設計においては、空力的メリットを得るために、 車体後部をタイトに絞り込んだサイズ0コンセプトを導入。パワーユニットはメルセデスが線弁を付けたスプリットターボー方式を採用し、非常にコンパクトにデザインされた。しかし、そのアグレッシブな設計ゆえに冷却系の問題が発生。また、シリンダーバンク内に収められたコンプレッサーを小型化した結果、マグウェイチの発電量が不足し、 デプロイメントの問題にも悩まされた。モンテカルロやハンガロリンクのような低速コースでは表面化しないものの高速コースではバッテリー切れになってしまい直線でなす術もなく抜かれるような場面が見受けられた。ノーズはフェラーリ SF15T と同じく前方へ低く長く伸びたデザインを採用したが第8戦オーストリア GP よりウィリアムズ FW37 のような先端に 突起のついたショートノーズに変更された。カラーリングはボーダフォンカラー以前の MP4 から22近いノーズに赤い縁取りのシルバーアローカラーで開幕を迎える。第5戦スペイングランプリでグラファイトグレーを基調とした新カラーリングに変更された。プレシーズンテストでは走り始めからトラブルが多発。合計周回数は参加級チーム中下位。 フェルナンド・アロンソはテスト中のクラッシュの影響で開幕戦を欠場した。開幕戦オーストラリア GP では気温上昇による熱害を避けるためパワーユニットをセーブして走行。予選は最高列に2台が並び、決勝はアロンソの代役のケビン・マグヌス戦がスタート前にリタイア、ジェンソン・バトンは乾燥11台中最下位だった。第6戦モナコ GP で バトンが8位入賞し、初ポイントを獲得。第8戦イギリスグランプリではアロンソが10位入賞した。第10戦ハンガリー GP ではフェルナンドアロンソが5位入賞、ジェンソン・バトンが9位入賞となり2015年シーズン初のダブル入賞となった。第11戦ベルギー GP ではニュースペックエンジンを投入。部品交換によるグリッド広角ペナルティが2台合計105グリッド。 に達したホンダの地元レースである第14戦日本 GP ではマシンの遅さに苛立ったアロンソが無線で GP にエンジンと叫んだ。ホンダへの非難について荒井康久プロジェクトリーダーはすべてがエンジンの責任ではないんです。シャシーに関しても問題はたくさんありますと反論した。第15戦ロシア GP 第16戦アメリカ GP ではバトンが連続入賞し、最終戦アブダビ GP ではアロンソがレース中の最速ラップで3番手のタイムを記録した。コンストラクターズ選手権順位は10チーム中9位に終わった。ありがとうございます。